説明できなかった。半端じゃないですね。あれはもう爆弾でしょ、ドンっていう。首都カブールの街は復興にはまだ遥かに遠い。至る所に生々しい傷跡。だってあっちの方とかもすごいですよ。あれ民家ですよね。爆弾の大きな穴が屋根に開いてる。その中に助けを求める人がいるような気がして、ノリカの体が自然に動く。あ、ダメですね。建物とか中入んない方がいいです。あ、わかりました。ここら辺見るだけ。爆発物とかあるかもしれないんで。爆発物がある。はい。ちょっと外から見るぐらいに。外から見て。瓦礫の街角を前に、心の奥にしまい込んでいた何かが目を覚ました。藤原ノリカ、31歳。モデルデビューが10年前、仕事は順調だった。7年前の1月、海外の撮影から帰国した関西空港で、ノリカは大震災を報じるテレビ画面に凍りつく。生まれ育った街が燃えていた。行けるところまで電車で行き、あとは線路を歩いて自宅にたどり着いた。家族は無事だったけれど、多くの友人を失った。命の意味を否応なく考えさせられた。あの時も瓦礫の中には助けを求める人々がいた。アフガニスタンで写真を撮ろう、それだけを決めていた。うまい下手の問題ではない。自分が撮影した写真は人々の眼差しをこの国に向けるのに少しは役に立つかもしれない。都市は見つかるのかな。12年ぶりに祖国の土を踏んだニルファにはどうしても訪ねたい場所があった。自分が生まれた家。頼りは父に教えられた住所だけだった。А хоне я минику ике спорио вас та намихоми. На хай ме гужа адрес гуфта. Адрес сиат хай хона. Кудам манте. Панджер аз махоми. Инже панджер аз. Кудам аз башим. Душио. Ова че ту хоне я минику ике аз порио вас хоне си намихоми. Намихоми? Кудам? この男の人が立ってるお家ですよ。この聞かされていた住所には見知らぬ住人がいた。サラマレコ。サラマレコ。骨やめにくいけど、ソリオバス。どうした？何この？一気に出ないめくな。もうあっ。パダラミしたぜ、一番。パダラシモルデが。Πέλα ναι, αλλά δεν καταστώ να μην είναι. Εσύ να είναι στο τότε, αν το πω. Όχι, είναι εσύ να έχει το ρεζίντερ. Δεν. Αχ, η κονέρα, η μπιβίνη μου κομμάς. Ω, μπιβίνη. Δώσα, μην την καταστάει. Νίλφα, ここ に暮らしたのは2歳まで。だから、家にまつわる記憶はほとんどない。それでも彼女は、自分が生まれた家を見届けたかった。全然覚えてないです。ああ、こんにちは、先生。けたわるちゃだもり。どうやら、かつての建物は爆弾で破壊されたらしい。ああ、いや、ロケットフォルダ、ロケットフォルダ、ハロープショット。ああ、いや、ロケットフォルダ、ハズバインダ。ワディオーラハナギハロープショット、ハロープショット。訪ね当てた住所にニルファが生まれた家は今形もなかった。旧ソ連の侵攻、そして度重なる紛争は人々から思い出さえも奪い去っていく。日本に留学していた父は戦乱の祖国に戻ることができず、ニルファは14歳まで
おばのもとで暮らした。それは12年ぶりの再会。おばに育てられたニルファは銃撃戦で祖父を失い、彼女自身も左足に傷を負った。彼女は日本の父を頼って祖国を離れた。一方、この地に留まったおば一家には悲惨な運命が待ち受けていた。アフガニスタンを民族紛争の嵐が吹き荒れ、タリバン政権下、オバイッカは国境を越え、難民としてパキスタンに逃れた。その事実をニルファはこの時初めて知った。بود یک بار دیدیم که طالبان آمده نداد میکرده که زنها را رخصت کردیم تخت دادنیا را گرفت ایلا شکر فرشان نشدیم خدا نخواسته پیش یک دوست خود گردن خود کرد نکردیم ما را چند قران که ما این روز روزگار ما بند است نیمتون نگفتیم یزا شکر این همه تخت کاکایت بچه را پیدا کرد موی سر سیاه خدا سفید کرد برای این همه اولاداش برای من اینا شکر که نمخواست نگی ما爆弾も銃声もない日本で暮らしている自分と、戦火の中を逃げ惑っていたおばたち、ニルファの思いは複雑だった。私は私に与えられた運命を生きるしかない。彼女もまた命の意味を考えていた。ねえ、私は日本ですごく楽しそうに過ごしてるのに、その間おばさんが苦労してたんだと思ってすごく悲しくて、でも私は日本に過ごした日々っていうのは決してものだと思ってないから、もっともっと勉強してもっともっとみんなの役に立ってあげたいなって、ますますその気持ちが強くなりました。うん、だからね、そうだよ、ニルファもさ、だけどそのねえ、何ですか、物をもらうそれだけはしなかったっていうのは、なんかすごい嬉しいですね。今の自分にできることは何だろう。瓦礫の街でノリカとニルファの思いが重なった。